立山市は千葉県の南部に位置する市。都市雇用圏における立山都市圏の中心都市であり、立山商圏を形成する純商業中心都市及び南房総観光圏の観光都市。海岸部は南房総国定公園に指定されている。夕梅通り中世には戦国大名、里見氏がこの地を治め、1580年、里見義よりは、 水軍の拠点として利用していた立山庵を望む独立宮に立山城を築いた。現在は城山という名で呼ばれるこの独立宮には、里見市の築城以前にも城官が構えられ、ここから立山という名で呼ばれていたようである。立山城は極定罰金南宋里見八県伝の舞台ともなっている。1591年、里見義安は、里見市の本を 立山城に移すと、城山の周囲に家臣の居住地を作るとともに、その北側に商人、職人を集めて、海に面した城下町を形成した。1781年、稲葉正明が家造を受けて、大名となり、一万国の小藩として立山藩が立藩する。ただし、藩主の大部分は江戸屋敷に勤務し、藩行政の中心も江戸にあった。 二代藩主、稲葉正武は、城山の麓に陣屋を構え、藩士の屋敷地も設けられた。昭和時代に入ると、木更津と並ぶ軍都として発展する。その後、地方港湾、特定地域振興重要港湾の立山港を、有する港湾都市へと整備が進んでいる。立山湾は、別名鏡ヶ浦とも呼ばれ、日本百景、日本の夕日百選、東京湾百選、 暴走の魅力500選、恋人の聖地に選定されている。継承地に市街地が面している。立山市からの富士として、北条海岸、城山公園、糸下芝などは関東の富士見百景に選定されている。市中心部は内房線、沿線、特に立山駅周辺に住宅地や商店街が立ち並ぶ。安房地域における人口、商業、 産業集積の場となっており、政治、経済、文化の中心都市としての性質を持つ。上空から見た須崎千葉県南部に位置し、県庁所在地である、千葉市から約7 0トルの距離である。東京都の都心から70の8 0トル圏内である。なお、東京都や神奈川県からは、東京湾、アクアラインを利用した場合が、最短の移動距離となる。 関東平野に含まれ、大ね須崎と大房岬崎を結んだ線により、東側の海域は縦山湾となっており、講義には東京湾の浦賀水道に含まれる。浦賀水道に突き出た須崎は東京湾の南端に位置し、主に南側は太平洋に面している。内陸は房総丘陵の山間部となっている。安房地域、房総半島の南部に位置し、南房総とも呼ばれる。 安房国に含まれる。冬でも滅多に雪が降らない温暖な地域であるが、放射冷却によって、早朝の気温は氷点下を記録することがある。現在の立山市は1939年に新設合併で誕生したものである。前身の立山町、立山北条町については、当該項目を参照。極低馬南宋里見八県連はじめ州。 関護標立山湾に面して広がっている立山定地に古代の上理性の遺構が見られるなど古代からの歴史を持つ。立領制以前この地域には阿波国像の本拠が置かれていた。また阿波国像の氏神は安保神社であった。阿波国像の支配領域は当時阿波国と呼ばれていた地域である。阿波国は後の両政国の安房国の西部を指し、 現在の立山市と安房郡巨南町及び南房総市の一部にあたる。立領政において、両政国である、和佐国の一部となり、718年6月4日、和佐国の内屋国像と長佐国像の領域だった、朝比奈郡、長佐郡の四郡を分けて安房国とした。国像は、阿波の表記であり、藤原系出土木館に、 小ノレイド市10月上京国山氷松里とあるなど、軍の表記にも揺れがあるが、これに先立つ和道6年の公事例で、南海道のアグニがアワ国に変更されており、暗号の表記となった。742年1月20日に、カズサ国に合わしたが、757年に元に戻され、東海道に属する一国となる。国府は、現在の南房総市府中付近に置かれ、 立山市には、安防国の国分寺、国分山寺が所在していたとされている。安防国史の源の近本が柏崎から船で問え、帰った。この頃にはすでに、立山湾周辺にて海運が行われていたとされる。古代末期から中世にかけて、丸市、長崎、安在市、神谷丸市などの武士団が活動し、平安時代末期には、源の頼朝の再起の地となる。 室町時代の守護には、結城市、上杉氏がついた。15世紀半ば頃より、里見義兼が安報国を平定し、安報里見氏の初代となったとされる。里見義兼の安房入国伝説をもとにして、江戸時代に極定馬金によって書かれたのが、南宋里見八県伝である。歌川広重、富士36系、某州安田の海岸戦国時代には、 安防統一を果たして、安防国から勃興した里見氏は、カ佐国に勢力を広げ、合法城氏と関東の覇権をめぐって争った。その後、カ佐から下尾佐の一部に至るまで勢力を張った。立山城の追記年代については、諸説あるが、岡本城を居城としていた、里見義寄が1580年頃に築城して、城盤を置き、義寄の後を継いだ。 里見義康が1588年から1590年にかけて改修したとされ、9万2千国の所領を収め、現在の立山地区に城下町が形成された。商人の船はあらゆら入り船することを義務づける。この頃最も繁栄していたのは立山地区であり、市の名前も中心部の立山を採用している。なお、名前の由来は城の山イコール。 館の山から来ている。1590年の小田原征伐以後は、和佐国は没収されて、安房一国が、里見市の領地となった。関ヶ原の戦いでは、里見市は、徳川家康を支援して、家保を受けたものの、江戸幕府成立後の1614年に、里見忠義が、大久保忠近海駅に連座して、放棄国倉義に転覆。その後の江戸時代には、地域に、 立山藩、北条藩、船形藩が設置されていた。大阪の陣で活躍した、木更津の水夫への報奨として、江戸、木更津間での都政営業権などの特権が与えられたことにより、1615年、荒井、楠の君においても船乗り30人が、大阪の陣にて活躍される。その後、木更津が、カ佐国、安防国の海上輸送の玄関口として繁栄し、 海上輸送が発達した江戸時代に主に、東京湾内の輸送に5大陸船から65尺ほどの小型海船が活躍し、カ佐国、下宇佐国同様、安防国においても海辺で、穀類や、新判などの運送に用いられるほか、人を乗せて、旅客輸送も行っていた。巨南町の安田海岸を描いた、歌川広重の浮世絵である、富士36系の、 坊州安田の海岸において、ノコギリ山の下に位置する磯津街道は、立山港まで続いていたとされる。当時、安房国の中心であった立山方面に至る磯津大道は、絶景の道ではあったが、交通の難所としても知られていた。海岸の崖沿いを避けたトンネルの多い道路は、明治中期になって整備されている。立山藩の廃藩後、立山城の受け取りの任に当たった、 佐抜藩主、内藤正長がそのまま、安保一国の管理に当たった。1618年に、幕府大官の手によって、再建地が行われた、安保国は、以後天領、旗本領、小藩、他国の藩の飛び地領に細分化され、安保一国を治めていた旧立山藩の規模を、継承する藩は現れなかった。立山にて兵力を整え、 函館へ向かう榎本艦隊級立山藩領には、1620年に東上藩、1622年に安房勝山藩、1638年に北条藩と安房三子藩が成立している。最大の安房勝山藩も藩主の相次ぐ創生によって1629年に上風されているが、1668年より坂井家を藩主として再び立藩され、 一万二千国の藩として、江戸時代初期に成立した藩では、唯一幕末まで存続する。1781年9月、徳川家春の下で故障組番頭、小川申し次と出世を重ねて、田沼沖継ぐと共に県政を振るった、稲葉正明は、安房、和佐国内で三千国の家造を受け、給料の七千国と合わせて一万国の諸公に列し、立山藩が立藩された。 1789年7月、稲葉正明は隠居後、この稲葉正武が後を継いだ。1791年、城山の南陸に立山陣屋が建設されている。その後、長男の稲葉正美が後を継ぎ、幕末期の動乱の中で、徳川義信の信任を得て若年寄り、老中閣、海軍総裁、陸軍奉行、大蛮党、公務諸奉行などを歴任し、 幕府海軍の創設や外交問題などに大きな功を挙げた。1868年の母親戦争では、稲葉正美は幕府の役職をすべて辞して引退し、家督を稲葉正前に譲った上で新政府に教順しようと、したが、江戸城会場の当日、江本武明率いる旧幕府海軍が新政府への軍艦の引き渡しに応じず、悪天候を理由に艦隊を、 立山沖へ移動。当時の立山湾は、日本有数の大艦隊が停泊する港であったため、立山の地にて兵力を整え、軍艦8隻で、函館に向かう準備を整える。この江の元艦隊には、若年より、長井久志、陸軍武尚並、松平太郎などの重役のほか、大塚角野城や、丸、毛利久志など将棋隊の生き残りと、 瞳正太郎や岩八郎などの遊撃隊、そして、旧幕府軍事顧問団の一員だったジュール・ブデュネと、アンドレ・カズヌーブラフランス軍人など、総勢2004名が乗船していた。陸からは、カズサ城西藩などの旧幕府法がそれぞれ進行してくるなど、立山藩は苦難を極めたがこれを乗り切り、新政府に強順した。稲葉正前は、翌年の藩赤奉還で、藩知事となり、 1871年の廃藩地県で、立山藩は廃されて、立山県となり、県知事となった。同年11月14日、立山県は廃藩地県によって、木更津県に編入され、1874年、木更津県と印馬県の合併により、千葉県に編入された。1878年、北条村に安保軍役所が設置されてからは、北条地区が、 安防地域の政治、経済、文化の中心地となった。立山の立野安五郎が安全者を起こし、東京と立山間に帰船を就航させる計画を立てる。それに伴い、後に、船形、名古、北条、立山に帰船の発着の三橋が設置の整備が行われる。1881年、第1回安防協力帰船会社が設立され、安全者との競争を始め、 その後、大倉喜八郎、渋沢栄一など財界人が株主になり、豊津村に日本水産会社を設立。1889年11月より東京湾汽船会社が東京立山航路を開設した。立山航は、ウオニが多く、創業当初のドル箱航路だった。これらの立山航路整備により、立山航は、 暴走半島への航路の拠点としての役割を担う。1919年に安房北条駅が開設されると、交通の要所として、ますます北条地区に中心機能が移っていった。日本陸軍、三式線交輸送艇愛型1930年頃、立山航空基地が完成し、軍専用港を施設する。立山海軍航空隊、中崎航空隊、 海軍法術学校などの設置により、第二次世界大戦中は軍都として発展した。立山湾には様々な軍艦、潜水艦などが見られるようになる。大塚岬と西岬地区に東京湾要塞の砲台が構築され、さらに須野崎海軍航空隊が傘名、大賀に開け隊するなど、軍事整備が次々と行われた。立山は実戦の体制となり、 陸上機体、水上機体の両方を備える中枢基地となる。また、一時中高隊を置いて、外線部隊の一翼を担うが、木更津基地の完成とともに、中高隊はそちらへ移ったことにより、以後縦山航空基地は内線部隊となる。1945年、ナコチック川崎に空襲があり、縦山港からアメリカ軍が上陸し、終戦を迎える。 戦後、カツオ漁などのエッサイワシを供給する水産基地、北上海岸などの海水浴を中心とする観光都市へと移行した。1948年、立山港を地方港湾に指定し、1949年、東海汽船が戦争で中断していた立山航路を復活した。1953年、海上自衛隊第21航空軍が設立され、 同年の3月に港湾区域の認可を受け、千葉県が港湾管理者となり立山港として開港する。その後、岸壁などが整備され主に資材を扱う工業港へと変貌していく。1958年、南房総国定公園に一部指定され、立山港から船形業港間の海岸道路が完成した。2000年5月には観光、 レクリエーション分野での地域振興が期待されるとして、立山港が特定地域振興重要港湾に選定されており、港湾の北側に大型客船が寄港可能な立山港多目的観光桟橋が整備され、2010年に共用開始となった。国土交通省千葉県立山市共同で策定した立山港港湾振興ビジョンに基づき、賑わいのある 海辺づくりを基本的な計画として港町づくりを推進している。安保国の国士が政務を取る国府は現在の南房総市府中に置かれ、立山市には安保国の国分寺、国分山寺が所在していたとされている。安保国分寺跡掃除跡は現在の安保国分寺境内と重複して立地する。これまでに 数字の発掘調査が実施されているが、下宇佐国分寺跡、数佐国分寺跡のようなガラン配置の複数道具は認められず、近藤跡と見られる道具1境のみが認められている。その推定近藤跡は、半築による基段が東西22メートル、南北15メートルを測る。その他には、地域区画線と見られる溝が地域東辺、南辺で見つかっている。 安保国部アマデラ、あとアマデラ跡の所在は明らかでない。北方約900メートルの茅野の地区において、天マという地名が残るが、これを二坊に当てて、国部アマデラの推定地に上げる説がある。その他に、南房総市造館のマスマ廃寺について、二道の伝承が残るほか、南房総市府中の宝珠院にも、アマデラとする伝承が残る。 平成27年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると3.70%減の47,464人であり増減率は千葉県下54市町村中33位60行政区域中39位市南部の富崎地区や豊房地区において過疎化が進行している歴代市長立山警察署長者 安保軍司消防本部立山市に置かれる国、独立行政法人の機関は以下の通り、県の機関は以下の通り、安保地域振興事務所管内の主な県の機関市政権制国政イオンタウン、立山観光業が盛んであり、それに伴う消費活動は多い。商業施設などの大型店は、北条地区の立山バイパスや海岸通り沿いといった、 ロードサイド型店舗が多く、立山駅周辺の旧商店街が空洞化するなど、ドーナツ化現象が問題となっている。年間商品販売額は低下しているが、沿道型大型商業施設の出店により、売り場面積は増加している。立山市のみならず、南房総市や、巨南町から多くの買い物客が訪れ、立山商店を形成する、純商業中心都市となっている。 商業施設主な本社所在企業金融機関、船形漁港内の触れ合い市場見物漁港からの、長房漁業経営体数、従業者数及び漁獲港はいずれも減少している。一方、従業者一人当たりの漁獲港は増加し、労働生産性の向上が見られる。イワシやサバの漁獲量が多い。農家数及び農業従事者数はいずれも減少しており、 2005年では1985年の約4割となっている。また、経営高地面積についても2005年では1985年の半数近くにまで減少している。農業産出額は1995年から減少している。生産性に関しては、一農家あたりの農業産出額及び経営高地面積あたりの農業産出額ともに、 過去20年間で一貫して増加傾向である。これは小規模農家の利農が進んだことなどによるものと推測される。電子デバイスを主要産業としていたが衰退傾向にある。2019年現在の立山市ウェブサイトでは姉妹都市としては国外の二次地帯を挙げている。2016年に発行された市政概要2016では国内には 姉妹都市がないとされている。2019年現在の立山市ウェブサイトは国内都市との交流先として災害時総合応援協定を結んだ4つの自治体を挙げている。立山市側及び提携先のイベントへ相互に参加したり各種物産の出展を行うなどしている。笛吹市丹波笹山市倉吉市三里市その他の提携中の姉妹都市提携ベリンハム市 ポートスティーブンス氏。文化施設千葉県南総文化ホール運動施設その他、施設安保地域医療センター二次医療圏としては、安保医療圏である。三次医療圏は、千葉県医療圏。医療提供施設は特筆性の高いもののみを、記載する。千葉県立安保高等学校千葉県立立,立山。 総合高等学校高等学校中学校、小学校特別支援学校会員学校立山、航空基地自衛隊施設官さんには、海上自衛隊の第21航空軍が置かれ、東日本のヘリコプター部隊の司令部となっている。付近には、旧海軍の遺跡が点在し、石山地下号跡は、号内も、見学可能な日本唯一の航空要塞跡である。また、 零戦の機関銃試験射撃場跡には、7.7ミリメートル機関銃弾の弾痕が残されている。近隣の空港立山駅中心となる駅、立山駅東日本旅客鉄道中心となる、バス停留所、立山駅、立山駅バス乗り場南総里見号高速バス路線、バス運行概要などは、各記事を参照。国道127号房総フラワーライン道の駅、 南房パラダイス一般国道主要地方道、一般県道道の駅、立山夕日桟橋立山港に寄港した東海汽船、セブンアイランドとも、なぎさの駅立山、特定地域振興重要港湾クルーズ船、寄港実績港アシス大福寺道の駅、南房パラダイスアロハガーデン立山自然、公園立山市立博物館博物館郷土料理、ご当地グルメ観察炙り、 海鮮丼伝統的工芸品、某州内和国、県指定及び国登録の文化財一覧。立山ふるさと大使その他、テレビアニメ、立山市からの富士に選定毎年2月から4月に、かけての季節運行を毎年2月から3月に、かけての季節運行年1回程度寄港。ありがとうございます。